はいどうもアイリスラーメンの山口です。本日もやっていきますよ。月額パス限定テペスト特急スカウト、月額パスね、今回で2回目つまり2ヶ月目突入ということでございます。では早速ねやっていこうと思います。このチケットはあれだっけ、普通になんかすごいやつが出てくるんだっけか。はいはいはい、まあまあまあここら辺はすごいよね。あ、ちゃんと星さんとかも出るんだね。普通に星さんとかも出るんだ。まあまあまあいいでしょう、ね、でこれ1枚で10連できんだもんね。じゃあ40連、よし40連やっていきますよ。はい、まず10連目、高密度のエネルギーを。さあ紫色になれば星5以上が確定で、あ、ならなかった。じゃあ普通にスキップします。ないね。はい、じゃあ20連目、平和だね。高密度のエネルギー、急がないとヤバそうだ。さあ普通に天気のいいスカウトでございますが、紫色になるんでしょうか。なかったー、しよう。ナイスね。続いて30連目、高密度のエネルギーを検出しました。意外と当たる確率低いのかな。前回何当たったっけ、そんなに悪くなかったようなイメージだったんだけど。うわ、来なかった。まあ仕方ないでしょう。はい、ラストですね、40連目。夕日ですね。ちょっと期待できるかもしれない。黄昏色に染まった空、茜色か、茜色に染まった空。さあ来い、カレー、あと1個、もう1丁、もう1丁来い、もう1丁、よし、危ねえ、最後の最後でリムル、アリスロンド、ベニマル、フォビオ、ドルド、リグルド、リムル。さあ次かな、あまだだ、ケンヤミサキ、次か、あれまだだ、フォビオ、来た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 、ベルドラが推薦するだけのことはある。ダグリュー、ダグリュール、いいですね。ダグリュール、ダグリュール、ダグリュール、うん、ちょっと待てよ。ダ、うん、ダグリュール、ダグリュールが、ダ、ダグリュール、ダ、ダグリュール、オッケー、オッケー、オッケー。ダグリュールが当たりました。はい、ダグリュールでございます。ダグリュール当たりました。ダグリュール、なんかダメっすね。いやー、なんて言えばいいんだろう、渋い。あ、でこれか、これもできるんだ。40連やったのでこれがたまったので、これは星5確定。星5確定のやつ交換しました。これか、はい、これもできるから、あーよかった、助かった。はい、これですね、星5確定テンペスト特急スカウト。ではやっていきます。星5は誰がいるのでしょうか。ここら辺ですね。星5以上か、星5以上が確定なのですね。嬉しい、星5以上が確定っていうか、そっか、極みのやつは星5として
表示されてるのね。極み星5っていうものがあると思ったら、レアリティは星5で、極み属性、極み属性じゃねえか、極みがついてますよっていう感じですね。では、いきます。平和だね。さあ、さっきの40連は渋かったので、ここで当たってほしいが、天気のいいスカウトの、はい、鼻歌も歌っておりますね。高密度のエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。さあ、あ、おし、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。間違えて押しちゃったと思ったけど、ここはまあ紫に光るよね、星5。あ、光らない。いかに魔王といえども、この糸の束縛より逃れることはできまい。お、そうや。しかも光らないで、なんか、なんか、あの上になる演出、なんだろう、オレンジ色だったけども途中で紫色に変わったみたいな演出だったね。上昇演出じゃなくて、なんだっけ、まあそういう演出もあるんだ。あの人間が光らなくても星5って出ることあるんだ。で、これめちゃくちゃいいやつよね。いや、意外と良かったかも。スキル能力を開示します。増幅、スキル増幅、技能増幅の、層へ当たりました。早速1段階上げてきます。はい、という感じで、層へとダグリュールが当たりました。ダグリュールはどこにいるんでしょうか。ダグロール、ダグ、ダグ、おいた。はい、このダグルールですね、当たりました。では、本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。